分かった。やっぱ大山いいですね。左行ってみようか。左、あと2階。前人未到の。え、前人未到。前人未到ってことあります？我々ね、大山の探求者が行ってない。なるほどね。大山エクスプローラーとして。この道の果てには何があるんだろう。果てまで行くの。今日も33度ですよ。え、なんか夏の終わりを感じるけど。いやいや、まだ始まって、夏始まってねえから。なんか空気感的には夏の終わり。そう、まあ、うん、どうだろう。まあ、なんか残暑って感じですね。あ、そこだよ、そう、そこだ。なんか光ついてるよ。うん、なんか。商店街って大体駅に近い方が高いお店で、確かに離れていくとだんだん安くなる、安くなるがゆえに自由なお店が増えていくのか。ガシャポンとかなぜか中にもいっぱいあるけど、中でもなんかプラマ屋さんね。あれプラモだよ。プラモだね。プラモタバコ屋なんだと。プラモだよな、あれな。こじれそうな感じが。こじれそう。よくあるのが、なんか買ってかないとお店から出れない罠のようなお店。あ、雰囲気ね、雰囲気がね、お前寄っただけかよみたいな、冷やかしかよみたいな、冷やかしかよみたいな感じで、本当で街のプラモデルはほとんどそれですから。それ多分清水さんが勝手にプレッシャー感じるだけだと思う。本当大概それでいつもね、喧嘩するんですよ。喧嘩してた、うん、前僕に長岡の十分堂でこういう店で俺たちは物を買わなきゃいけないんだとか言ってたじゃないですか。それはそう。これは100均です。100均の割にはちょっと楽しげな、インディペンデント系の100均。そうですね。さすが大山、うん、ここはウェルカムって言うけどやってない。ウェルカム、ウェルカムだけどやってない、全然やってないちょっとやってないけど来たければどうぞみたいな。やってないね。やる気もない。この東京の西にある焼肉屋で植える感想というのが必ずあるわけです。だから外国人向けじゃないんで、あれ日本語に書いてある。しかも俺が知ってる植える感は、飢餓の植える、飢えた人々の植える、カムはバイトなの。あ、なるほど。植えるカムお腹空いてるから食べなってことなんだ、もう腹が減って食うみたいな、それを植えるカム。味わい深い。まだ見たことがないスーパーが。ビッグ A はある。そっち側の商店街ありますからね。そういうね、郊外にあるタイプの。またなんかこう信じられない看板が出てくる。スクラッチ。え？スクラッチ。くじ引きのことなんだよね、たぶん。悠々様式で宮古島マンゴー100円玉現金つかみ取りだよ。100円玉現金つかみ取り。経費表示法はどうなってるんだっていう資本提示。焼き鳥事故
とこに脂身が少ない。脂身が少ないのはない方。ない方は早めです。だからそう言ってみたらハンバーグでもいいんだよ。一緒に。そうしなきゃダメだよ。ハンバーグとハラミだったらどっちがダメですか。いや、また、もうちょっと別格のものですからね。どっちもおすすめですよ。いや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 。ねえ。ハンバーグの方がいいんじゃないですか。ハンバーグってないからね。いや、ハラミとハンバーグ。いや、ハンバーグと。とりあえず、ハンバーグと、はい、下の卵。ハラミをやめ。はい、やめて。はい、ごめんなさい。チーズとブステと。ハラミのね、焼き肉食べちゃいます。ゆっくり、お考えください。はい、なので、ハンバーグとスパム卵。はい。だから、先生。スパムポージー。スパムポージー行きましょう。60代の先生もいれば、20代の先生もいる。ギャップは40代になる。さっぱりしたものを頼んだから。お弁当いいよ。いや、オニオンとか。ニラ玉とか学校にニラ玉だと卵になっちゃう。そうなんです。ニラ玉じゃあ、ください。フレゴテについてノーっていう人は先生もいれば、あれか人間かね、枝の芽の中にはいる無罪みたいな。やっぱ新潟県民として、いや違う、長岡の人間としては新潟すごいですね、全体的に。新潟じゃないです。長岡の人間としては。まあ、だから新潟というのは、長岡奉行が治めていた土地の一つですから。新潟全体的にすごい。まあ、越後。北越地域が。そうそう、2週間ごとにさ、いい枝豆が変わるわけですよ。全部買いに行くなんだよ。そうなんですか。違うね。ちょっと、過分にして。ダメだ。やっぱもう、一個まで行く、新潟に。18?、はい、18万に近いないでしょ、新潟に。そうですね。で、まあ、なんだか、新潟でお酒を覚えてないってことじゃないか、それ。そうです。ああ、がっかり。じゃあ、いや、僕はだって、高校の時、酒盛りして3分の1低額になった学校ですよ。うん、枝豆あったの、その時は。超あります。でも、朝摘みに。向いてるからの元気なんじゃないですか。そういうふうに向いてるからの、いろいろ。前さ、一緒に飲んだ田村って言ったじゃん、名古屋の女が新潟に引っ越したの。ああ、聞きました、この間。で、行ってる。いや、一緒だったの。で、結局、ってことはだよ、あの美味しい枝豆を、つまり、住んでるわけじゃん。だから、毎週のように送ってくれると思ってたわけよ。そこが便利な人ですか。いや、便利に使おうと思ってたわけ。今週どの枝豆いいのみたいな。うん、で、なんか宅急便で送りますみたいな。ふいふい、毎週さ、違う枝豆を食ってる。新潟県民しか食えないあの味をだよ。いや、でもあれは朝摘みじゃないとやってる。だから朝摘みが、夕方に届くの？届くわけじゃん。どうやってね。ついに、だから我々もその、なんだろうね。新潟が目の前に現れる。そしたら清水亮は間違いなく膝まずくし。金玉づくし。いや、膝まずくし。あ、膝まずくし。ほら、食いたいだろ。ほらほら、俺俺俺。まあ、確か。朝摘みの枝豆の前には膝まずくし。というのをね、描いてた人に、ちょっとと新潟の会社辞めやがって。ああ、今どこまで東京に行くの？どっちかかな。東京ですね、一応ね。人間の時は、どっかだよ。やっぱり、新潟は体育だったんだよ。なんかね、すべてはその、大変だったんですよ。卵を産んで、ひなが生まれたら、それを、自由人という人たちが。親の子だってなんで名古屋にいたんだっけ？もともとずっと名古屋にいたの。当たり前だね。生まれ、育ちも仕事も名古屋。どっかで違ったんですよ。だから人生一度はみたいなことを思ったらしく、一度は新潟に行こうみたいな。いやいや、なんか生活、自分の地元出よう、全国区でやろうと思って、その時に好きだった雑誌があって、子供がそれが自由人という自ら遊ぶ人となって。あ、見たことある。あるでしょ。あったでしょ。であれが休刊しちゃって、でもうなんか雑誌じゃねえ、ほとんどワンマンのその編集長がやってた。3人4人は6人9人10人。でそれなんか、それで今はもう、じゃあ切れなくて死んじゃって、旅館とかコテージみたいなのを経営やってて、まあ、それもただのコテージじゃないわけで、すごい成功したよな。
面白そうじゃん。そこでは またやっぱりこれ出版やりたいっていうんで、じゃあ私がやりますって、なんか採用されたらしい。そしたらまあいい加減この上ないらしく、いい加減この上ないと、いい加減すぎると。みんなそこに集まってるのはもうなんか洗脳されちゃったような。まあそのもしそういう会社ってよく、うん、そういう会社ってあるじゃん。あります。カリスマ的なね、うん、ありましたよ、ね。まあ、僕はそういう会社あったことないです、うん、入ったこともないだろう。入ったこともないし経営したこともないです、うん、少なくとも30年前から少子高齢ありあるじゃん。少子は分かってますよ。頭がおかしいのよ。そういうところにいても、一年もたない。行く前に気づくのよ。普通そうだよ。だから実はこれから大変ですよ。若い人たち、うん、いやそれはいいじゃん。出来上げ上げにやったって。エタマメはどうしたらいいんだよ。美味しい。だからエタマメがないわけ。立川のエタマメとか食いたくもない。立川のエタマメなんかないでしょ、そもそも。ないし。もう出来じゃねえってか、出来じゃねえ。ドラマ枝豆はもうトルコの出来上がり、トルコの出来上がり。あ、美味しそう。ハンバーグめちゃめちゃ美味しそうじゃん。千葉の新どころじゃないじゃん、こんな。聖地をやると、いや、これうまいよ、絶対。新天元と行くと考えてほしいわ。いや、本当に反対するわけじゃないけどな。まあ、柔らか、柔らか、もう全然感じないけどね。いや、本当にもう今のこの話が出てるけどね、あっち行っても看板、こっちが反対の看板、うんうん、もうブロックは全然前だぞ。禁止行為ばっかりする。うん、あ、頼んでよかった。うまい、ほんまにうまい。こうしたのね、はい、あの公園の話、この間うまいだ、はい、うまいだ言ってくれた言葉と全部同じ、うん、な、もうこんな、こんなに食ったのなんてうまいんだ、はい、なんて食欲したそうなの。あ、ちょっとパートしたくないけど、なんだろう、あの体を作る公園の中遊び、あの走り回って遊ぶっていうのが、私は3ヶ月狭いところでもさ、町の方で先ほどもあるさ、野球やってさ、比較的できないからよ、比較的できないよ、よくやったんだよ。道路で立ち降りをやりさ、みんなそのことしたら大変でしょ。あの、それも一つに、あの、うん、これはうまいわ。もし日本でダメって言うんだったらば、あの、その道路こういうの酒が飲めるあんまないもん。ない、やっぱりいい店ですけど、何時から何時から車両を禁止で、あそこでもそれ時間にある意見場いろんなことっていいと思うんですよ、ハンバーグが。まあね、あれも自分でやってもらえますからね。そういう気がかかるんだよ、みんなさ。確かにハンバーグと酒って2点場ってここぐらいしかないかもしれない。バーベキューセットってできないし、誰が来ればいい。やってたら、そこまでやってたら、足ハンバーグよ。何だって。いや、狭いんですよ。注文が狭いから。うん。ハンバーグ注文が4つ入ったら回せない。ダメダメの世の中になっちゃうんじゃなくて。そうですね。いつの間にかそうなっちゃいましたね。大まかにこうやって捉えて、本当にダメなものは何かっていうところを見つけて、それをその規制するっていうか、注意事項とすべきがあるんじゃないかなっていうふうに思うんだけど。それだけ、辛さがあったり、いくらのことはあるよ。桜井俊子、失楽園、高校教師、高校教師か。もう一つはね、あの変に、あの変異っていうか、オピニオンリーダー、地域を代表するような、あの一人として私はいるんだっていうような人が声高に言ってる人の意見を聞いちゃうっていうのがありかな。自分の野球大会、それはそれで一人の自分の意見なんだから、やはり一人は大事だ。
みんなで買った。